ビックス日和、自身の誕生日、7月5日、にファンミーティング開催決定、チケットが早くも完売写真イコールジェリーフィー。SH エンターテインメントビックス日和が7月5日に自身の誕生日を記念して、単独ファンミーティングを開催する。チケットはすでに売り切れだ。日和はこの日、ソウル中区、チュング、新世界メッサホールで、ハッピー HYUK デーというタイトルでファンミーティングを行う。日和の初の単独バースデーファンミーティングとして、19日の午後8時に MEL オンチケットを通じて、前売り券を販売したが全席売り切れとなった。今回のファンミーティングで日和は、トークとライブステージなどでファンと通じ合う計画だ。これまで見せることのなかった多彩な魅力を発散するという抱負だ。